鑑賞チェックが実行されるとクラッシュテストパネルの内容が更新されクラッシュの数そしてそのステータスの内訳が表示されます結果タブでは検出されたクラッシュの一覧が表示されますクラッシュの一つを選択するとビュー内で強調表示されたオブジェクトが確認できます 項目パネルを確認すると、どのファイルのどのオブジェクト同士で干渉が検出されたのかを確認することができます。ビューは干渉箇所がわかりやすいように視点を自由に変えることができます。さらに NavisWorks のレビューの手書きの機能を使うことで、画面上に書き込みを行って、 問題点を強調して表示することができます。このような操作を行うとクラッシュにビューポイントのアイコンが表示されてその部分が更新されたことが確認できますので他のクラッシュを選択して視点が変わった後にも再度そのクラッシュを選択すれば先ほどのビューポイントに表示されて確認することができます。検出されたクラッシュを、 個別に管理することもできますが、関連するクラッシュをグループ化することで、まとめて管理することができます。そして、個別、またはグループ化したクラッシュにコメントを追加して、その干渉の問題の解決を担当者に割り当てます。例えば、5解の干渉をグループ化したいと思います。レベル順に並べ替えて、5階のクラッシュを選択します。そして、 選択したクラッシュをグループ化アイコンをクリックすることによって新しいグループが作成されてそのグループの中に選択していたクラッシュが含まれていますクラッシュグループの名前は自由に変更していただくことができますグループでクラッシュ一つという数え方になるのでクラッシュの合計数が変更されています クラッシュにはコメントをつけることができますのでコメントを追加をクリックしてコメントを記入しますコメントを記入してステータスを確認して OK をクリックしますクラッシュのコメントのフィールドにはいくつコメントが追加されているのかという数字が表示されますこのコメントの内容を確認するのにはレビュータブのコメントを表示 こちらをクリックするとその内容を確認することができます。この干渉の問題に対して対応してほしい担当者を割り当てます。クラッシュを選択もしくはクラッシュグループを選択して割り当てをクリックします。割り当て先として担当者、それからコメントを記入します。こちらの結果タブの 割り当て先のところに担当者の名前が記入されます。